ミスターオリンピアにロニー・コールマンがベストなカランダで臨んだ年っていうのは1999年と2003年って言われてるんだよねまあ自分もそうもう2つあるって言われてるんだよそのまああとで見せるけどでこれはまあ2007年なんだけどまあこれと比べると全盛期っていうのがわかるよねでもう1人は J. カトラー彼もまた2つコンディション素晴らしいコンディションに臨んだ大会があるって言われてる 一つ目は2001年 J の一番最初のミスターオリンピアでロニー・コールマンをめっちゃプッシュした年もう一つが2009年この真ん中の写真が2009年めっちゃでかいよねでこの年はあのデクスター・ジャクソンに2008年敗れた次の年半端じゃない体で臨んできたんだよこのまあとで映像とか見せるんだけどでねこの,この写真はフィルヒースに敗れた2011年と比べると 結構違うう体だだと思うんだよねで今日紹介するのはロニー・コールマンの2003年対ジェイ・カトラーの2009年どちらともね俺は戦い合ってると思うんだよねで両者とも勝ってるポイント負けてるポイントもう戦い合ってるポイントがあるから結構見てて面白いと思うで今からまあ動画を見せるけどジェイ・カトラーの映像の方には音声がついてるからそれうをう和訳して載っけとくねでロニー・コールマンこれはロニー・コールマンの2003年の映像 ロニーはねねこの年で5連覇したんだよ、ね、で俺が言ってるその1999年っていうのは、まあ、2年目の優勝した年だったんだけどその年はどちらかっていうとあの素晴らしいかなんか見てて美しい体で臨んできたんだけどこの年はもうロニーは人間界から姿を消してもうモンスターとして登場したんだよねで5回目の優勝を果たしたでジェイ・カトラーは2001年からまあロニーにの臨んでたんだけど6回 ロニーがそのディフェンスしたんだよね。ジェイに優勝させなかった。その理由を見つけていこうぜ。うん。サイズがすごかった。まあ、多少お腹は出てるにしても、それをその寄せ付けないコンディションとサイズで持ってきたんだよ。ちょっと見ていこう。ロニー・コーマン。で、結構ね、あの、こう見るとわかると思うけど、この年のロニーのポージングがスピーディーなんだよね。で、背中。広いでしょ。広背筋下部までめちゃめちゃ発達してる。まあこれはロニーの まあ毎年の強みだったんだけどバック・ラッツプレイババッごめんでかすぎたか声がでねロニーのめちゃめちゃ強いポイントはこれはジェイに勝ってるとポイントだと思うんだけどグルーツっていってケツなんだよねケツの大きさそしてケツにまあ線が入るんだけどバキバキになるとそれにおいてはジェイカントラーをね引き寄せなかったんだよねで彼のねそのコンディションはジェイが言うあの初めて出た2001とも 2004-2005とも違って本当にシュババキバキなんだよねだからこの年の J はね誰も寄せつけなかったで今結構ボディービルダーミスターオリンピアに上位にいるさビッグラミーとかあのジョシュ・レナートウィッズとかでかいじゃんでかいけどなんかでかいなーって感じなんだけどロニーのポーズは一つ一つ迫力があったと思うんだよねで、こういういななんかお茶目な ポージングもなんか王者の貫,貫禄というかさこういうことは毎年やってたんだけど特に2005とかなんかさサンタクロ王様みたいな格好で現れたのも結構面白かったんだけどさこうリズムに乗りながらロニーがポージングするのは結構見てて面白いよねでいてこのフロントロダ,ダブルバイセップでしょ <laughs> 赤ちゃんみたい本当にあにモンスターバージョンの赤ちゃんだよねってことでロニー・コールマンのポージングでしたで J. Well, with a new hairstyle and what looks to be a new physique, Jay Keller takes the stage. He of course is from right here in Las Vegas, so he's got a lot of fans. And what you're looking at appears to be a, a much improved version, Pep, of what we saw a year ago. Now I don't want to rush the conclusions, we still have a lot more guys to see. But when Jay walked out last year, he was noticeably off. Um, Dexter Jackson took full advantage of that widespread. and took the title away from Jay. Jay spent six years trying to win that title and take it from Ronnie, and it only took him two years to give it back. So, Pep, I'm going to ask you test. to break down the physique of Jay Cutler tonight. Well, this is a superior version of Jay Cutler than we've seen. Um, one thing that impressed me right away when he hit his front double bicep, you know, Jay's taken a lot of criticism that back, his bicep. arms aren't in balance, his legs aren't in balance. They look very much in balance now. And look at his conditioning um, his glutes, his hamstrings, his lower back. He looks phenomenal. I, I would have to think that this is better than when he beat Ronnie Coleman in 2006. And look at the fullness. He's just kind of nailed it. Straight around. I mean, he it. Wow. It is. Last year they were soft. They were noticeably off. This year it's a whole different ball game. Well, and look at him here, Dan. Like when he was just in that side tricep. I mean, look at the striations and the detail in his legs. But you're also seeing vascularity in his upper body, which is always a criticism of Jay. So, 本当にこれは今のボディービルに見られないこのボコボコ感もちろんそのストライエーションっていうのはある選手が多いんだけどその筋のその張り出しがここまで深い選手はなかなかいないと思うんだよねってことで J のポージングでしたでこれからまあ2人を比べていこうと思うんだけどさもちろん筋肉量でいったロニー・コーマの方がそりゃでかいよそれはみんな知ってることでまあこのモース・マスクラポーズ これもロニーに俺は分配が上がるともうこのモースマスキアポーズっていうのは肩肩周りから腕にかけてのその大きさでその見えないじゃんお腹周りとかはで筋肉量がよく見えるフロントポーズではロニーには俺は J は飼ってないと思うんだよね、まあ、これからいろんな年の写真使われるんだけどでもタイニーなウエストとこのサイドトライセプとかはあのウエスト周りが見えるだから J ・カトラーが結構上に立ってると思うんだよ でも後ろを向くとロニー・コーマンに分配がある上がるんだよねそのこれはもうタッチできないロニーの僧帽筋の大きさ後背筋の大きさそれで今ちょっとケツを見てもらいたいんだけどケツのコンディションハムスチングンもそうだけどそれは全く違うんだよねで背中も2人はどちらも素晴らしかったんだけどロニーはもう歴史上最もすごい背中の一つもちろんドリアン・イエイツと戦い合えるぐらいの背中の一つだからそこには あのタッチできないでいつもロニーに濁されてきた J ・カトラーもうすごい部分はもちろんあってそのクリスマスツリーの分厚さであったりとかあの素晴らしいふくらはぎを持ってるんだよね J はそれはロニーには勝ってるもちろんでウエスト周りも勝ってるでしょだうだからさっきの写真を見るとふくらはぎにおいては低い大きいふくらはぎっていうのは J の方が持ってると思う。 まあただ上半身の筋肉量であったりまあ足ものサイズもそうだけど筋肉量で置いたらロニー・コ番バンだよねまあこれは2009年このさその前の年に買ったデキサジャクソンとのモースト・マスキャンポーズサイズでいったらもうジェカトラーでかいんだけどさでそんな感じかなでねこれは2006年のミスターをジェイが初めてロニーに勝った年うん まあこれはロニーの全盛期じゃないから何とも言えないんだけどまあ思うにそのロニー・コールマンはそのサイズであったり個々のポージングでずば抜けたものを持ってたそれでミスター王・オーになったっていうか立ち続けた選手でジェイ・カトラーはその弱点がないそのバランスが本当に取れてるまあ個々のポージングで強い悪い部分もあるって言われてたけど、まあ、全体的に見てあの。 弱い部分がない、プラス強い部分もい,つかかいくつかあったっていう、そのビッグ・ジェイとかキング・ダ・キングとか言われてる理由はわかるよね。って感じですね。みんなが好きな選手を教えてください。あと、この2人でどっちが良かったとか、どっちが好きだったっていうのもあったら、ぜひ。ではまた。